こんにちは、今回はヘリアンフラを紹介します。このヘリアンフラはですね、南米のベネズエラを中心とした6つの、国や地域にまたがっているギアナ高地というところに自生している固有種です。このヘリアンフラのことを知らなくてもギアナ高地をご存知の方は、結構いらっしゃると思うんですけども、垂直に切り立った岩山で頂上がですね平らになっていることからテーブルマウンテンって呼ばれています。まあ、それが大小様々あるんですけども、大きいものだとその面積が東京ドーム15個分って言いますから、かなりの大きさですね。気候はいわゆる熱帯雨林なんですけども、このテーブルマウンテン、標高が高いものですと3000メートル以上、またですね天気の方も目まぐるしく変わるらしくて、さっきまで晴れたと思ったらスコールが突然やってきたり、それから霧がこういつもこう立ち込めてるような感じのところで、ちょっと冷涼な気候なんですね。なので日本で栽培する際は温室に冷房設備、クーラーなどのそういうのを置いて、夏ちょっと温度をね涼しくするようなことをしたり、また、ミスト装置なんかを使ったり、あとある程度低温にも耐えられるので、室内で衣装ケースとか水槽なんかを使って、高湿度を保って栽培されている方もいらっしゃいます。ではこのヘリアンフラもっと詳しく見ていきましょう。このヘリアンフラなんですけども、この後ろにあるサラセニアと同じ仲間です。サラセニア科のヘリアンフラ属という植物になります。まずこの上にちっちゃく丸いものがありますけども、これはネクタースプーン、もしくはネクターキャップと呼ばれている、まあいわゆる蓋ですね。口に対して蓋はこんなに小さいんですけども、まあ鍋やねポットだとこれはもう返品物ですね。このネクタースプーンなんですが、ここに蜜腺がありまして、虫を吸引します。その成分にはですね、なんか虫が麻痺するような成分が含まれているらしくて、それをこう舐めていた虫がちょっとフラフラっとなってここに落ちちゃうんですかね。次はこの大きく開いた葉の入り口なんですけども、一見するとちょっとつるっとしたように見えますけども、こうやってアップにするとものすごく細かい毛がですね下向きにびっしりと生えています。まあこれは落ちた虫が這い上がったりするのを防ぐためですね。続いてこの葉全体なんですけども、この真ん中の赤い線がありますけど、なんかそこを中心に左右にこうくるっと回って、この中心でこう融合しているような感じの作りになっています。でこれ一見するとですね、まあサラセニアと同様筒になっているように思うかもしれませんが、こうアップにするとここにねこうスリットのようにちょっと融合していない部分があって、これはね水を入れてもここから排出されて、サラセニアのように大雨が降ってもこの中が満水になるようなことはないんですね。実際ちょっと水を入れてみます。こう今満タンになってもずっとこう水が引いていくのが分かりますか。こういうふうに満水になっても水がいっぱいにならないような、まあ、いわゆる排水口みたいな役割があります。ちょっと今撮影中にですね、このネクタースプーンのところにこうちっちゃなカタツムリですね、これ、あ、これ落ちるんじゃないかな。ちょっとどんどん入っていってますけども、ちょっと偶然こんなことってあるんですね。あ、もうこれどんどん下に入っちゃってますけども、ただこのカタツムリはこの逆毛を無視して上に行けば脱出できるんじゃないかなと思うんですが、これアップにしてますんでかなり小さなカタツムリなんですけども、どん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 中に入っちゃってますね。
消化吸収についてなんですけども、消化の方はですね、消化酵素を分泌せずに、中に溜まった水にいる、バクテリアとか細菌とかそういうものの力を借りて分解されたものを吸収しているみたいです。ただタテイというかなり大型になる種類があるんですけども、それはタンパク質を分解する消化酵素が検出されたっていうような記述もあります。カタツムリの方も下に溜まっている水のところまでも到達しました。まあこの溜まっている水は消化液とかではないので、たちまちどうのこうのっていうわけではないとは思うんですが、っていうか今思ったんですが、これ逆にカタツムリこの葉を食べちゃうんじゃないかなって思ってますけども、まあこんなちっちゃいんでね、まあこれはこれで、成り行き任せで放ってはおこうと思ってるんですけども、ちょっとお話ししましたけども、少しねこう夏を涼しくしたりとか高湿度で栽培したりとかしないといけない本来なら、食虫植物なんですけど、私はこれはホームセンターで購入したんですが、そういったのはですね、なんか園芸品種みたいなようで、割と夏の暑いの、また湿度もですね、自生しているものよりは低い湿度にも耐えられるらしいので、今現時点では、こういったものと一緒に私は置いて栽培してるんですけども、まあ様子を見ながらやっていこうと思います。今回はこのヘリアンフォラを紹介しました。このチャンネルではいろいろな食虫植物の、動画を上げていきますので、興味のある方はぜひこれからもご覧ください。よろしくお願いします。